前の方に座って浅く腰掛けて、もっと前、もっともっともっと半分以上前、もっと前、もっと前、そう、それからね、あの上着ちょっと脱いといてね、上着は後ろの椅子の後ろに置いておいて、120cm、うん、あのね、もう1月にコンサートやったの見た人、ね、あのあとね、毎週金曜日ここでね、こっちの隣の広い部屋でね、今何人だ、50人ぐらいの子がこうバイオリンやってる、うん、ね、で今日は、1月の時にねできなかった人たちが、何人ぐらいだったかな、100何十人いて、その人たちが今日、それで今度の金曜日からその人たちがもしオーケストラ4月からやりたいなっていう人は続けてやる。ね？お、なんか走ってきたよ。ちっちゃく来た。お、赤ちゃん来たかな？赤ちゃんの下は前に。ちっちゃい子は弟って言うかな。別に撮ったもんね。お姉さんいないの？一人ぼっち？一人っ子。じゃあ一人っ子の子人。一人っ子多いね。じゃあ二人っ子。二人っ子ってね。もっといる人。何人いる？三人。おー、いいね。三、だってさ、うん。三、五人以上はもうないんだよ。なんで？ほぼないんだよ。確率が低い。確率が低いね。だってさ、頭の中に隣入ってたから。大きな家じゃなきゃさ、5人も子供がいたらね、お父さんとお母さんにいたら7人だもん、部屋が足んないよね。もうそんなのが3部屋くらいじゃない。足の台いいよ、必要です。他の人は大丈夫ね。そう、必要大丈夫。あの後ろにこういう風に持たなきゃわかんないよね。じゃあやるよ。ね、ピアノを習ってる人もいるかな。ピアノとか習ってる人いる？ね、ピアノ弾くときにこんなって弾かないよね。ね、音楽やるときには姿勢よくしないといい音が出ない。ね、それはどんな楽器でも同じです。大丈夫？はい。さあ、じゃあ始めよう。ちょうどね、始めましたよ。ね、これからじゃあ準備運動しますから、まず姿勢よくして、はい、グー出してください。はい、おしゃべりしない。ちょっと。あ、キツネさん作れますか？はい、準備運動作って先生見てください。見えた？恥ずかしがらないで。ちょっと待って、ちょっと教えてあげて。もう一回行こう。はい。グー、チョキ、パ、パ、キツネ、はい、メガネ。できたね。大丈夫。はい。今日はね、みんなね、みんなの右側にある楽器を使って、やりますけども、これまだ触んないでね。これは弓って、弓矢って知ってる？ね、昔これでさ、ピストルがない時にね、鹿とかさ、クマとかこれが、昔は、うん、こういうのが弓って言ってて、バイオリンもそういう風に弾いてたんだけど、だんだん細くなってね、今はね、指が入らないぐらいで、これバイオリンの弓、これでバイオリン弾きますけども、じゃあね、今ね、みんなキツネさんやったでしょ。こういう風にね、じゃあみんな弓を、右側にある弓を取って、はい、弓だけ取って、じゃあ先生の真似してください。右手が黒い方ね。こういう風にね。そう、上からこう持って、ちょっと覗いてみて、隙間が空いてれば大丈夫なんだけど、もう今もう準備してあるから。うん、ちょっと待って。そう、
ち側もこっち側も木の方だけも。そう。これはね馬の白い馬の尻尾をちょん切ってここにつけてるから。でここにね触らないようにして今ねここにあの粉がついてる。ね、うん、そこ触るとベトベトになる。ちょっと見て。はい。爪さんの指でお母さん指をこんにちはって。こんにちは。で小指をここ上にちょんと置きます。上に置いて。この上に置いて。お母さん指はこう伸ばして、お母さん指だけ伸ばしてこうだぞ。そう、お母さん指ね、この銀色のところに届くぐらい伸ばしてから、こんにちは。はい、じゃあ片手で持ってください。はい、先生の真似して、もう一つの手は膝。はい、で、ゆっくり横へ倒してください。まっすぐまっすぐ。はい、はい、今度は反対側。反対側。でそこ、うん、ちょっとぶつかるから、うん、隣の人にぶつからないようにね間を空けてくださいね。そうでこれから弓のねじゃんけんごっこしますから覚えてください。はい、これグー、まっすぐしてグー、チョキ、はい、パー、覚えた？じゃあ先生と耳のじゃんけんしよう。いい？先生とみんなで耳のじゃんけんしよう。グー、チョキ、パーだよ。覚えた？あのじゃんけんぽいっていうのなしよ。これこういうのなし。グーかチョキかパー。分かった？で負けちゃった人はね罰ゲーム。何？木登りしてもらえる。ちょっとみんなでやってみようか。片手で。片手で、もう一つの手は膝、はい、ゆっくりゆっくり上がってください。一番上まで上がってってください。どんどん上がってってください。なんかこれできないんだけど。できてください。はい、そしたら今度は逆さに木の方を持ってください。 木の方だけ。ひっくり返すとき両手でね、ひっくり返すとき出る？同じように、うん、お母さんに落とさないで。さあこれでチョキをやってください。ほらちゃんと持ってないとできないよ。ちょっと教えてあげて。できた。小指は、はい、今度は反対側。ちょっと重いよ、反対でも。そう、負けちゃった人はこの逆さの弓でジャンケン。いい？はい、また戻ってきてください。はい、また負けちゃいました。はい、またじゃんけんで負けちゃったら、はい、戻ってくる。お、早いね。はい、じゃあ戻してください。さあ、じゃあこれから弓のじゃんけんごっこしますからね。ちょっと待って、キツネさん。キツネさんやったことない？お父さん指をね、ここにちょっと。ね。そう、お母さんこんにちはして、ここにしてみて、ここに指、ここにちは、人差し指が、こんにちは、ほら、こうじゃなくて伸ばさない、指これね、こういう指がみんな、はい、手、膝、足、よし、できた。じゃあじゃんけんいくぞ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。先生グーだからチョキの人負け。はい、チョキの人は木登りしてください。今何出した？パーで、パー勝ちじゃないか。勝った人はいいんだよ、そのまんまで。キツネ、キツネどっち向いてんだよ。そのままそのてるままじゃん。あちゃんだな。しょうがないな。何歳？70歳か。70じゃしょうがねえな、ババア。もう一回、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。また先生グー、チョキの人負け。勝ちだよ、強いな。チョキの人負け。
また負けちゃったりしている。さあ、最後だよ。はい、最後、最後。何千歩進むよ。最初はグー、じゃんけんポン。あ、また強いな。まだかグーの人負けねはい、負けた人は木登り。木登りって本当に綺麗なもんね。はい、じゃあ戻ってきて。戻ってきていいよ。はい、逆さの人戻ってね。はい、とりあえずじゃんけんはおしまい。はい、じゃあユミちょっと置いて手グラグラってしてみようか。もう手にね、力入れて。さあ、じゃあちょっとね、黒板見てくださいね。さあ、バイオリンね、みんな右側にバイオリンあると思う。4つ線があると思うんだけど、一番こっちが一番太い線なんだね。だんだん細くなっていくんだけども、ピアノだとドレミファってなってるんだけどね。でもバイオリンは違う。バイオリンやったことある人いる？いないよね。いないと思ったんだ。これを覚えてもらわないとね、こういう風になるね。それらみってなる。覚えるの大変だよね。でもね、2秒で覚えられる魔法の言葉があるから覚える。それはライオンの耳と言ってみようか。さあ、はい、それはライオンの耳。ライオンの耳見たことある人いる？動物じゃないんか。東武動物公園。あ、東武動物公園行ったことある。行ったことあるけど、ライオン。ライオンいる？まあ、公園で見たことある。そう、ライオン見たことない人がいると思ってね、先生ライオン連れてきたんだけど、ライオンの耳ってね、こういう丸い耳なんだね。うん。そう。ここに置いとくよ。かわいいね。猫の耳って見たことある？はい。どんな耳？なんか、ね、いや、ちょっといいよ、いいよ。あ、なんか、あのライオンと違ってね、三角形になってるね。うん、ライオンはお家にいる人いないと思うけどもね、だから、ね、これそれが見てるのを覚えるために、それはライオンの耳って覚えたらもうバイオリンみんな弾けるね。これからじゃあバイオリンみんなで弾きますよ、ね、ただバイオリン弾く時にね、気をつけなきゃいけないのは、ちょっと、うん、あなたはちょっと座って。はい、バイオリンのこの肩のところをね、持ってください。それはそれじゃない。知ってるの？はい、じゃあみんなもバイオリンを持ってください。うん、はい、さっきのキツネさんで持ってね。ぎゅっと握らないで、キツネさんで持って。で、一番端っこがそう。はい、一番端っこ、太い線。はい、よく見て。よく見て。一番こっち、その。一番端、ちょっと引いてみて。一番端だけ引いて。見て見て見て。知ってる人、これしりとり、そう。
ダメだ。他にその言葉なんか知ってる？食べるもんとか。掃除機。おいいね。じゃあ掃除機ってピアノに合わせてやってみようか。いくよ。その音だよ。その音だよ。三、はい、長く。Thank you.
と先生問題出します。先生が言ったことはどれ出すか分かんないよ。それ探して自分でね、間違えない。じゃあね、何ランドセル、ランドセル、いくよ。ラだよ。3、はい。ラレストラン、レストランいくよ。さあ、レストランレ、そう、レだよ。さあ、はい、レ。味噌汁。はい、味噌汁の方に。はい。はい、今日はお休み。
今みかんいくつ出てきた？あれ2個3つ届いたいくつだった？3、4個ぐらいじゃあか数えてね、もう一回やるからみかん用意して、足ちゃんと前出そうか、指を押さえてね、みかん用意して待ってて、はい、じゃあピアノからお願いします。はい、じゃあね、ファはいいや、簡単だ
から。はい、最後。今日これを頑張って弾いてほしいんだけど。ドなんだけども、ドはね、ミとファを押さえたまま、もう一つ押さえます。ミとファ、わかんなかったらミとファ。で、チューブ。まさか、3つ押さえる。ミとファを押さえて、はい、オッケー、はい、
ラクダがいます。ライオンじゃないけど、ゾウ。ライオン怖いから、そうですよ。はい、ゾウはそうとラクダってみよう。じゃあ、3つ目の弦を指離すよ。全部手を離したらラクダ。何なんでしょ？いや、大丈夫。ゾウの外にラクダがいるよ。はい、じゃあ行ってみよう。ミートパー押さえて、どこ押さえて。3、どうぞ。はい、どう？ドラえもんの歌とか演奏します。
ドレミの歌とかね、ピアノでもやった人いるかもしれないけども、もうバイオリンは一人でやるんじゃなくてみんなでやる。それでね、まあみんなの中でもしかしたら私はバイオリンじゃなくてチェロがやりたいとか、フルートがやりたい、トランペットがやりたい、いろんな楽器があるから。オーケストラってね、16ぐらいいろんな違う楽器がある。学校だとリコーダーとかやってる人いる？ああ、あるね。あとなんか学校でクラブでなんかやってる人いる？ない？トランペットとか太鼓とか、うん、いろんな楽器あるね。うん、でもその中の一つがバイオリンなんだけど、オーケストラの中ではバイオリンが一番主役ね、もう一番メロディーです。はい、今日はねもうほんと短くてもっとたくさんやっていきたいんだけどね、今日はドからラまでキラキラ星の最初のところで、今度は金曜日に来たらキラキラ星と、今度はチューリップとか蝶々とかカエルの歌とかみんなの知ってる曲を一緒にね、だから続きやりたい人はまたお母さんに相談してくださいね。はい、もう次の人来るから、じゃあはい、キリーツ。はい、みんなよくできました。じゃあまた今度頑張ってね。はい、さようなら。さようなら。忘れ物しないでね、はい、消毒して帰ってね、上着着てね。